お久しぶり、トワイライトシアター。大切な仲間から逃げたこと、私はある。だから手をつなげる時を忘れてはならない。後悔もきっと女優への道。ライトよ、照らせ舞台少女を。私たちは希望ある後輩たちに背中を見せねばなりません。しかし彼女たちに教えてもらいました。舞台は美しく気高く楽しいものなのだと。ワクワクしてきたわ。もちろん目指すは帝都劇場の舞台の上。でも忘れてはならぬものがある。そうでしょ、大鳥道も。私たちの思いがキリンに届いた。チルチルの気持ちなんとなくわかるからさ。仲間が一人で勝手に背負い込んでるときっついよね。運命とは最もふさわしい場所へとあなたの魂を運ぶのだ。ウィリアム・シェイクスピアの言葉、ふさわしい場所はここなんですね。そう、逃げられない場所。わかります。ただいまより特別レビューを開催する。なお勝者には開幕式オープニングアクトでのポジションゼロを与える。タイトルはエーデル。気高さということ。特別レビュー、舞台少女 VS 雪城明。ありがとうキリン。どういう意味ですか。キリンもきっと分かっているの。明は今舞台少女じゃない。ただ気高いふりをして迷っている少女。雪城先輩がそんな。でも肝心な明先輩がいません。大丈夫、私たちはエーデル。自分を、仲間たちを信じよう。はい。さあ、ひらめきをぶつけ合え、舞台少女よ。昔々の物語、ただ波の音だけが聞こえる小さなのどかな町があった。そこへ一人の旅人がやってきた。のんきでのどかな街中で彼は突然叫んだ。大変だ。おいみんな、大変だ。ここにエーデルがいる。街の人たちは最初こそエーデルとは何のことだろうと首をかしげたが、旅人があまりにも興奮して騒ぐので、エーデルだ、あの誰もが憧れるエーデルがこんなところにあるぞ。エーデルに触りたい。ダメだよお嬢さん、エーデルは繊細なんだ。簡単に触ってはいけないよ。なんで。あまりにも旅人が興奮し、町の人たちはそれに踊らされ、次第に誰の目にも不確かなエーデルが見えるようになっていった。やがて隣町からも、その向こうからもエーデルを見ようと人々が押し寄せてきて、何もない小さな町はたちまち有名になった。ついには大きな国から女王様がやってきて。エーデルはこの手に強さを与えた。国が支配する精密の目線が我々を狙う。宝物を作り、人は争いを始めた。色なき物に色彩を与え、人は争いを始めた。価値もなき存在に誰でもない私なのだ。いや、この場所に生まれた命を見つけたのは誰でもない私なのです。醜さは見えないものを美しくする。儚さが見えないものを愛おしくする。私たちの無謀。
らぬ誰かが言った。エーデルという存在が人を傷つけた。その時一人の少年が現れた。エーデルなんていないよ。エーデルなんてどこにも見えない。だってエーデルは人を傷つけるためにあるんじゃないもん。エーデルは僕たちを幸せに笑顔に導いてくれる。だからここにエーデルなんていない。聞き捨てならぬ言葉だね。突如現れた一人の人物に町は再び騒然となった。エーデルを信じるのなら見せてあげよう。私が本物でありエーデル最高峰であると、そして誰からも逃げないことを。神なき舞台に王者の光を。あれは偽物だ。ミツル先輩、偽物のエーデルなんだ。みんなやっつけて。幼馴染の私を試そうというのか。今さらって笑ってよ。笑ってもいいけど、迷ってるアキラなんて簡単にやっつけられる。本当はミチルのことすごいって知ってるでしょ。ミチル、さあ知らないな。行き場をなくしてるんでしょ。フミへぶつけるはずだった思いの。フミのいる臨命館に勝つことでフミ抜きのエーデルの強さを、自分の強さを証明しようとしていた。選手権で戦えると思っていた臨命館が出場を辞退して、その心翻弄されているんですってね。何、情報通なんてどの学校にも一人はいるの。あまり正しい情報はみんな持っていないけどね。はあ、私は正しい通の。どうだか。風でかかってくるとは、よほどエーデルである私を憎んでいるんだね。本当のこと言えよ、偽のエーデル。少年、愛しているよ。ただの言葉で翻弄されること、この少年は甘くないわよ。お前はあなたの娘、お忘れになったの。娘は老人形で父は神。私たちはあなたの老人形にはならない。は？私の愛したエーデルを傷つけることは許さないわよ、母君。さあ、両親を傷つけることができるの？私たちの可愛い可愛い娘よ。命の炎は一瞬なれど、きらめき絶えぬは真っ白のプラチナ。ミス。
死にが再び昇るは滅びの舞台。過ぎたあの日にしおりを挟み、新たなこの日を果てなき舞台に。あんたたちが見えないといった胸像ならそこでたくましく息してるけど、ふみ、どうして？あんたは誰にも負けず強くないと。転校したって消えてなくなりはしない。シークベルトは私の誇りなの。私は本物だ。見えるだろう、気高き私の姿が。はあ、はあ、感じるだろう、私のぬくもりを。アキラ、アキラが私の、私たちのエーデル最高峰、知ってるよ。勝者、ユキシロアキラ。